世の中にはなくてはならないものがあります。日本三石油の製品は世に欠かせないものの一つであるという自負があります。ですから品質と性能には徹底してこだわっています。世界規格に基づくものはもちろん、その先を見据えたより厳しい基準を自ら定め開発製造を行っています。日本産石油という社名はあまり知られてないかもしれません。しかし私たちの製品は快適な日常を維持するために皆さんの近くの目の見えないところで幅広く存在しています。冷凍給油とは、冷媒と一緒にエアコンの内部を巡っているオイルで、これがないとエアコンは機能を発揮することができません。ご家庭のエアコン、冷蔵庫は寿命が10年と言われております。なので10年以上性能を保ち続けるオイルが必要なのです。アメリカ産オイルは創業して早々1927年に世界に先駆けて冷凍給油を生み出し、現在も世界で高いシェアを誇っております。ゴムの加工油もアメリカの産オイルが世界で最初に生み出しました。その中でも特にナフテン系オイルという素材にいち早く着目し、技を磨いてきました。その他はですね、金属加工の切削油ですとか油圧付きの作動オイル、そして農業用スプレーオイルなど、さまざまな工業用の潤滑油を製造しています。お客様に愛される製品を作りたいです。日本産石油は日本のみならず、中国、ASEAN、オセアニア、西はインドまで広い地域にそれらの製品を絶え間なく供給する能力を誇っております。さまざまな製品の基準をクリアし、そのクオリティを厳しい姿勢で維持管理し続けています。そしてきれいで美しい西方での出荷も我々のこだわりです。従業員一人一人がイノベーションを通じ、グローバルな視野に立ち、情熱とテクノロジーのコラボレーションで広く社会に貢献しています。アメリカ産オイルは長年モータースポーツを通じ製品を進化させてきました。その DNA を私たちも受け継ぎ、日本のモータースポーツにおいてもその飽くなき向上心を磨き、モーターオイルの技術を進化させています。冷凍器具は身近なところで言えば冷蔵庫やエアコンといった生活家電に使用されるオイルです。冷蔵庫などは10年以上もの長きにわたって24時間動き続けることが求められています。想像を絶する耐久性が必要です。まさに生活を支える縁の下の力持ちと言えます。人間で言えば血液のようなものです。また昨今の環境問題にも対応したオイルを日々開発しています。我々は長年の経験と実績を提供する形で機器メーカーと協力体制を築いています。そして機器メーカーとお互いに協力し合い、機器の性能をより高く引き出しつつ、環境問題にも対応したオイルを作り上げています。オーバースペック、確かにそのように言われることもあります。ただし機器メーカーと築き上げた厳しい基準というのは高い信頼性の証でもあります。オイルの単純な性能だけではなく、オイルが使用される状況も考え抜いて開発を続けています。その性能は譲れません。徹底的に安心安全な製品を作る、それが我々のこだわりです。ブレンド手法にはこだわりがあります。機械的なプロペラは使いません。ブレンディングタンクの底からマイナス70度で徹底的に水分をなくした乾燥エアを使って攪拌を行うドライエアー方式です。水分を極端に嫌う冷凍機のブレンド方式を全ての製品に適用しています。乾燥エアーによってオイルの水分を限りなく 0ppm に迫るまで飛び去ることで、製品の品質を高く保つことができます。また洗浄しきれないオイルがプロペラに残り、次のブレンド製品に影響を与えるといったことがなく、厳しい品質の製品を安定的に作ることができるのもドライエアー方式のメリットです。製造している製品を逐次品質管理部門に送り、品質を確かめ
安定した製品を作り出しています。アメリカのスノコ社は1886年にアメリカオハイオ州で誕生をいたしました。その歴史は優に1世紀を超え136年経っております。スノコの信条は世界に先駆け優れた技術と製品を生み出し社会に貢献するということです。スノコ社は原油の開発、採掘、生成技術分野で危機的な技術革新をしてまいりました。日本産石油はアジアの地域拠点として1966年に創業し、スノコ社の DNA を受け継いでおります。我々は冷水用アルコール燃料のバイオマス認定を日本で2022年に取得いたしました。また石油原料を使わないオイルの開発などカーボンニュートラルへの時代を見据えて取り組んでおります。そしてアジアおよび世界各国に新たに開発した製品を供給し、日本産石油のグローバルネットワークを築いてまいります。我々はイノベーションを通じてより良い製品を世に送り出していきます。また社員全員の人としての成長とより豊かな生活の実現を目指してまいります。そして全てのステークホルダーの期待に応え、幅広く社会に貢献することで利益を還元してまいります。私たち日本産石油が一歩先を行き、違いを作り出します。自分の会社の独自性を生かせるような製品を提案できるように心がけています。機器メーカーが求める要求性能に応えつつ、それ以上のものをこちらが出せるように日々研究開発を行っています。当たり前のことを私たちが当たり前にしている製品の性能、これがブレてはいけない。未来のために環境保全に貢献するオイルを生み出していきます。自信ある製品をお届けします。お客様がまた使いたくなるようなそんなオイルをこれからも作っていきたいです。 Be Japan さん、 Take the difference。